稲妻ジャンネルです。ご視聴ありがとうございます。大晦日、皆様いかがお過ごしでしょうか。飲みながら見ておられる方もいやはるんちゃうかなと思ったりします。まあ、もしくは新年にご覧いただいている方もいらっしゃるかもしれないです。まあ、いずれにしても2023年皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。今年これが最後の動画となります。まあウイスキーとかね、いろいろお酒飲みながらご覧いただければと思います。今日はですね、まあ、今年2023年を振り返りつつもウイスキーのテイスティングをしなければいけないかなと思いましてね、今回はコスパが良くてうまいシングルモルトっていうテーマでね、話をしていきたいと思うんですけど、何を紹介するかと言いましたら、ロホローモンド12年でございます。もう今更ながらのロホローモンド12年、なんでやねんというツッコミをしたそこのあなた、まあまあ聞いてください。今回これをなぜチョイスしたかと言いましたら、まあ、前回の動画であのベスト10の動画をさせていただいた時に1位に長年君臨していたアラン10年が陥落をしたことはご存知だと思います。でその理由はやはり存知だと思いますね。そんな周知の事実みたいに言われても動画見てへんかったら分からへんよ。見てはるの前提で喋っとんにゃ、突っ込むなそいらんとこで、うちだけの話や。陥落した理由っていうのはその時の動画でもお話ししましたけど、やっぱり価格の高騰ですね。でまあ、価格が高騰してもまあ OK はええっていうもんなんですけども、アラン10年っていうのはあの価格であの内容で良かったんですよ。でやっぱりコスパが良くてと考えると、僕らが思うのはやっぱシングルモルトで5000円を切るものかなと思うんですね。でまあどんな飲み方でも対応しつつ、シングルモルトの入り口にもなるようなね、ウイスキー飲み始めの方、そしてウイスキーを飲んでおられる方でも美味しいなって思っておられるウイスキーは何かって考えると、なかなかこれがねないんですよね。思ったのがこのロホローモンドの12年が、まあ、その条件に合うんじゃないかなと思って今回これをチョイスをしました。まあ、ロホローモンドに関しては過去の動画で蒸留所の話とか、あと他のボトルでもご紹介をさせていただいております。まあ、それもね合わせてご覧いただければと思います。ということでね、テイスティングしながらね今年を振り返りたいと思います。ロホロモンド蒸留所はハイランドで、まあ、比較的規模な大きな蒸留所でグレーンウイスキーも作ってはるんで、まあ、シングルブレンデッドウイスキーとかシングルグレーンとかもリリースをされてて、樽工場も蒸留所にあるという本当に大きな規模の蒸留所ですね。で東京ウイスキーコンペティションでも賞をいろいろ取ってて、この12年は殿堂入りをしてます。まあ、殿堂入りっていうのは何かというと、連続で最高金賞取ったり、まあ、金賞連続取ってるというところでかなり評価が高い。でまあ、いろんな受賞歴もあるこのロホローモンド12年 700ml でアルコール度数が 46% で、価格が税込みで4620円、5000円切ってるシングルモルトということで、まず飲んでいきたいと思いますね。内容の方はノンピートとミディアムピートのバッティングで、リフィルダル、リチャーダル、そしてバーボンダル、この3つの樽で熟成したものをバッティングして12年の熟成ということで、お色がこんな感じで結構濃いめ、ちょっと赤みがかった琥珀色という感じですね。ほんのりピートは来るんやけど、それよりも桃のようなフルーティー感、バーボン由来の洋梨青りんご感がすごいあるんですよね。まあ華やかなんですよね。華やかやな。どの要素が強いかって言ったら華やかですよね。うん、バニラ感もあるし、そこそこの樽感、まあ、12年なんで、なので香りだけ嗅いでもね、あ華やかなウイスキーやなっていう感じなんですね。で飲みますね。これがねストレートで飲むとね、その同じその桃感あって、桃感、洋梨感、青りんご感でバニラ感があるんですよ。で十分ストレートで楽しめる、ちゃんと深みがある。ここはアラン10年とよく似てるやん、うん、この辺りはね、うん、テイストは全然ちゃうねんけどもこの価格でこれはね秀逸かなと。ストレートで飲む限りはテイストだけでいくとそんなにピート感じひんや、まあ、ミディアムピートなんでね、ちょっと加水でそんなにピートが出てこない、余韻でちょっとビターとピートが出てくるぐらいで、やっぱりフルーティーなんですよね。ハイボールでも飲んでいきたいと思います。ハイボールもいいんですよ。ハイボールもフルーティーな、ハイボール初めてウイスキー飲まれる方で これハイボールいいかなって思わへん。なんかユーティリティプレイヤー、その点でね、アラン10年とすごい相性するかなって。そうそうそう、あれもまあ言うたら全方位型シングルモルトウイスキー、そうやろ。でも価格が言うたらもう倍ぐらいちゃうわけや。安かった頃のアランよりも実はこの方が安い。
で、なんやったら華やかさから言うたらアラン10年こっちの方が華やかよ。なんといってもアラン10年はまあまあ言うても探さな結構ないようなウイスキーやったけど、ロッホローモンの12年これね、リカーマウンテンに 100% あります。あります。これはもう断言しますわ、これ置いてへんリカーマン見たことない。家飲み用としてもいいんですけど、まあ例えばこれからあのお正月迎えて人がいっぱい来た時に、まあハイボール飲もうやってなった時に、まあ格ではちょっと心持たないかといって、そんないいのも使えない、そんないいのをいっぱいで出すとね、やっぱりあの費用的にも大変というところで、これお正月にみんなで飲むハイボールはこれいいんちゃうかな、華やかさもあるしね。何それってなるし、やっぱりバーに来はる人でもロホロモンと言ったらへえなんですかって聞かれるんで、なので家飲みでなんかグループ飲みでちょっとおって思われるウイスキーはこれかなって思いました。大晦日にこれ動画上げてるんで、ほんなら今から買いに来い言うても見てしまってるかもしれんですないですけど、まあお正月にね、まあ、あの結構早く店開くんで、ぜひねこのポロモンの12年はねチェックしてみてください。飲んだことない方ぜひねもうこれ買ってみてください、損はさせません。私はもうそれは言い切れますね。飲みながらちょっと今年を振り返りたいと思うんですけど、2023年イタルズバーチャンネル、本当に皆さんね本当にご視聴ありがとうございました。今年1年間でざっと140の動画を上げさせていただきました。振り返ればね予算上げたなって思います。でやっぱり今年はね3つの大きなことがありました。チャンネルとしてもバーとしてもね、ちょっとその3つをちょっと振り返っていきたいと思うんです。3つなんかわかる？エバーストップエクスプローリー、私たちが監修したウイスキーが全国発売された、まあこれはまあトップよ。うん、あと2つ、シングルモルト長浜サードバッチが、そうそうサードバッチが違うな、あと2つ、あザギフトとカナリアがリリース、せやねんそれ珍しい、違う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 もうええわ、あセイントセイヤ完結、おかがお、そうそうそう違うもうええ、こちらあそれか、欧米向けの雑誌の表紙に私が抜擢をされた、これもせやけど今から思ったらすごい話やで、が2つ目、そしてもう一つ大きなこと、まだ蒸留所ようこそ後悔、感動した、違う俺らの中での井川蒸留所に行った、せやね大変やってん、違うわな、サブローマルや、サブローマルなかなか違う、長浜にいっぱい行った、もうええ、皆さんもう一つ分かるでしょ、分かるでしょ、はいそうそうそうなんです、そうなんですよ、阪神タイガース、俺が言うたことそんなにレベル変わらない、なんでやねん他人のことやねん、阪神タイガースはお前18年ぶりセ・リーグ優勝、36年ぶりの日本一、ヤクルトの時何も言ってくれなかった、お前んとこ結構勝ってたやんで、なおかつ阪神タイガースが優勝したらこの店の前でシャンパンファイトします、それをライブ配信しますよって公言してたことがもう実現したやねん、それも2回も、ちょっとその時の様子こんな感じでね、何回こすいやこんなこともないかもしれんやん来年絶対優勝とか言われるけどさ、絶対するって、36年前も次これからも上昇やで言うていきなり最下位やったんやあれあの36年前、忘れもせんわ、どうなっとんねん阪神って、で岡田さんになった時に18ゲームかなんかひっくり返したやろ、されたやろ、そんな歴史があるのよ、まあ、戦力は整ってると言いつつも今年夏場ぐらいまでおったケラーいうアメリカのアメリカ人去年があったのピッチャージャイツ行きよったやん、あとあのババもジャイズ行ったやん、あれやばいで、ババとケラー岡田さんこっそりちょっとやばいって思ったはんねん、あれまあまあそんなことはどうでもいいんですけど、まあまあそんなね大きな3つの今年は出来事がございましてね、ここはよう分からへんけど、なんでやねんのタイガース優勝やないかそうやったら井川行った方がでかいやろ、宇治にとったら、ああまあ井川もさけど思い今から思ったら思い出深いよな、行、うん、けへん、あの蒸留所見学はなかなか刺激的よ、秘境の蒸留所へ寄していただいてね、もう大変でしたけどね、今から思ってもね、直近で行くとまあサブローマルさんも寄していただいて本当にとてもいい蒸留所やって、ざっくり言うとね私としてはまあそういうところがねやっぱり印象深かった1年かなと、でまあもう一回元に戻るけど、まあ、やっぱりこれですわ、もうごめんなさいね、もう何遍もこすりますけどね、こんなことはね一生のうちこんなことはないんで、いやまあボトル出すことはあると思うぞ、あのバーがオリジナルボトルを出すっていうのは、うん、どっかの蒸留所のこれがブレンドすることはもしかしたらあるかもしれへんけど、このボトルがファーストタイムエバーってことよ、で全国発売をされるっていうことは備えないことやわ、はっきり言うて、うんまあまあ、バーとして周年でいろんな蒸留所の樽買ってバー あのラベル貼って売るはるっていうのはこれは結構あるんですよね、これは10周年の伏線ですか、これ、いやいや別に何の伏線もないよ、何の伏線もないですけど、なんかあの今もうフラグ立ったで、いややめてライブやってるみたいな、これな、皆さん飲んではりますか、飲んでくださいね、もう大晦日やからね、あとは紅白見るだけ、まあちなみにですけども僕今年のね紅白はねめちゃめちゃ楽しみにしてまして、
何が楽しみって分かります？桜坂46。そう、違うがな。帰り咲きですよ。違うがな。まあ私たちの世代やの方やと分かっていただけると思うんですけど、伊藤蘭ちゃんが出るんです。伊藤蘭さん、キャンディーズ3曲歌う、3曲桑田さんとユーミンがねコラボするのもいいんですけど、もうそれよりも何よりも伊藤蘭です。もう楽しみ、もう録画するで。春一番歌うね、年下の男の子も歌うね。俺見たら泣いてしまうんちゃうかなと思うわ。キャンディーズお好きですか？私お好きです。キャンディーズが解散したんがね、私が中学3年生のね、忘れもせえへん4月4日でございますわ。4月4日に中学3年生の、あの時はテレビも何の放映もなくて、ああキャンディーズが解散したって思ってね、あ記憶が今よみがえります。まあそれはそうとして、バディーズの皆さんちゃんとスターオーバージャンプ しましょうね。何の話やねん。うだうだと話しましたけども、ということでね、2023年まあ本当に思い出深い1年になりました。皆さんはいかがだったでしょうか今年。そしてまた来年ね、さらにいい年にしたいなというふうに思います。ということで来年もまたよろしくお願いします。ということで、これが参考になったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。 X、Instagram、Facebook、フォローの方もよろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。まだその1分続いてる。よいお年を。でもほんまにロホロモンドはやっぱりこうやって飲むと、もうこれちょっとうちの定番で置いとかんとあかんな、これはな。まあこれは全然いい。うん、もう騙されたと思って買ってください、ロホロモンド。別に回しもんちゃいますわ、私。これはほんまにいいもん。で、まあロホロモンドって脂質がやっぱフルーティーやからな。うん、で、ロホロモンド言うたら、この以前にも動画上げたけど、このクラシックっていうのがあんねんけど、まあこれより断然12年の方がうまいわ。まあ価格が全然違うもん。これ安いもんな。うん、ちょっとな、この俺クラシックはちょっとビター感が俺気になんねん。若干。カクテルベースにはこのクラシックええねんけど、単独で飲むんやったら12年かなって俺は思いますね。ということで、おしまい。よいしょ。